ビにも映ったし、アナウンサーの後ろで。急いで。ここ子供たちの秘密基地。いつもは子供しか入れないんだけど、それどころじゃないね。麦、帰ってきた。エアリスを連れてきた。もう大丈夫、私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すっごく強いんだから。元ソルジャーだ、黒服の男は。わかんない、いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。ここから出ちゃったんだ、気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな、探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。どうしてもやる？沈め！行くぞ！やっ！終わりだ。ここまで。当然の結果だ。ここは任せる。そういうわけには。ここまでだ、行くぞ。じゃあね。
来い。やっ、消えろ。キリッ、やっ、そりゃ早く助けてあげないと。行くぞ。私の出番
進むぞ。ソルジャーになろっかな。そんな簡単になれるわけないでしょね、クラウド。そんなことないよな、クラウド。すっかり人気者だね。すごかったな。ズバッズバッて。うん、すごかった。チパッチパッって。違うよ、ズバッズバッだよ。もっと早かったもん。チパッチパッだよ。うん、じゃあズバッチパッだな。うん、チパッズバッだね。な、クラウド。ね、クラウド。こっちこっち。ティファ待ってよ。ティファ、ティファ、ティファ、ティファ。どうしたの？いや、ティファってクラウドの恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。どう？荒れてない、荒れてない。差し出ある？ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれたお礼。エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういえばリユニオン。恐れることはない。セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡。ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。もしかして神話に出てくるあの、あれ、次のセリフなんだ。父さんが、あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。あ、モーグリがいる。僕が見えるの、クポ。あなたたちは選ばれし一クポね。モーグリのお店にようこそ。僕が天使のモグヤクポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグは
みんなを幸せにする。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだ、ここ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしい、クポ。商品はみんなで集めた名品、珍品、クポ。モーグリメダルと交換する、クポ。まずは会員になってほしい、クポ。モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしい、クポ。モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろん、みんなを幸せにする、クポ。それがモーグリの趣味。モグの物語と同じだね。何でもや、頑張ろうね。ああ。次、どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え？え？だから、張り切るよね。確かに、そういうやつもいる。私、そういうやつ、よろしくね。来てくれて嬉しい、クポ。おかげでメダル、かなり集まった、クポ。みんなを幸せにする力、溜まってきた、クポ。よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあ、俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく、笑えるように。メダルが足りない、クポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張って、クポ。何でもやクラウドの噂、流しておくよ。その方が仕事しやすいだ。もう神羅も黙っちゃいないだろうな。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。アバランチのせいでうちのじいちゃんが真っ赤で手つけて。エオリス、誰か腕島、ま、神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。
来い。お任せあれ。うまい。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。仕上げだ。行くぞ。飛んでけ。当然の結果だ。
叩き切る。おお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて。やっぱり爆発が原因かね。やつらマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう、助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。アランチは大隊に騙されてる。あんたの腕を見込んで頼むよ。じいさんを助けてやる。マコーロを狙うなんて。おお、あんたか。何でもやって言うのは。実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵ってモグヤのとこで交換したよね。
どこ行くの？硬いな。アバランチの魔法炉が飛ぶわ。ウータイと共にした策略であると発見し、市民の間には動揺が広がっている。停戦から5年、人々はまだ戦争を忘れていません。番組では戦争によって子供たちを守ります。アバランチのせいで、うちのじいちゃんが S8 コーナー。はい、遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。沈め。そりゃ、えいは、まずは回復かな。
私に任せて。ちょっと休憩。終わらせる。してあげたら。俺はいい。報告に戻ろう。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理、女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ、モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。 5000？ 金金金。ああ分かった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ嘆かわしい。
これが神羅の世の末路か。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。俺は武器屋じゃねえからな。あ、エアリス。どう？お花、なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵。でしょ？そういえば、さっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。約束の時間なのに。あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。心配することがあるだろう。フォリア先生との約束。私帰るね。知ってる？ウォールマーケットって言うんでしょ。いいかい、絶対に近づくんじゃないよ。リーフハウスの子たち、いつも話し相手になってくれるの。おかげで気持ちが若返るわ。戦争は終わったと思っていたのに。ハウスの子たち、いつも話し相手になってくれるの。おかげで気持ちが若返るわ。あ、クラウド？見回りの調子、どう？いつもより街がざわついてる。魔鉱炉が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど、何か忘れてない？あ、勉強する約束！ハウスに帰らないと！
びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。内緒だぞ。話したら罰金だからな。勉強の時間。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生、怒ってた？うわー、ごめんなさい。困ってる人を助け回ってる奴がいるらしいぞ。番組では現象によって個人が、うん、アイテムは金と引き換えだよ。じゃあな。クラウドさん、お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。これで全員だね。ハウスに戻ろう。エアリス、おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やった、商談成立。俺たちの秘密基地よろしく。約束違反は重罪。反省であります。最近扉が
軽い。叩き切る。ここは任せる。当然の結果だ。
ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物、絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこと、いいですね？はい、わかりました。ガマ王退治、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうには、それくらいしないとって思っています。すごい、先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ううん、ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。沈め！
いな。仕上げだ。決める。挑戦いつでも受けるよ。挑戦いつでも大歓迎だからね。ひょっとして噂の何でも屋さんですか？ああ。自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だからスラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が固いのなんの。おまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。何？スラムエンジェル、謎よね。有名だけど誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない？
手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド、元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端神羅もしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。戦争は終わったと思っていたのにね。どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を終わらせたんです？なーに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃なんですか？それとも残した痕跡が？いいえ、奴らのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。かなり手ごわいやつらしい。それでも行くとは見上げた記者根性だ。いや、軽率に踏み込むのは記者失格。裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ。なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。プレートまでジャンプ。
どうってことない。
私の出番。作戦を変える。あれれれ。いけるか。そっちは任せる。頑張るね。よし。どう？
向き。交代。下がっていろ。スクラム。どけ。調子に乗る。落ち着いていけ。私の出番。これで平気。交代。俺が出る。調べようか。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルからいただきます。スラムエンジェルの予告状。他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。
これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは？おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の騎士殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でも屋がいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これに懲りず私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほらこれを持っていきな。なに、遠慮はいらない。出所はあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろう。